ミゲルデセルバンテス賞はスペイン語圏の文学賞。スペイン語で執筆する著作家の生涯の功績を称えるために1976年に創設された。名称はドンキホーテの著者であるミゲルデセルバンテスにちなんでいる。毎年、スペイン語アカデミー協会の推薦のもとに、スペイン教育文化スポーツ賞がスペイン語文学に貢献してきた著作家の業績に対して贈る。 賞金は12万5千ユーロ。賞金額が高い文学賞の一つであり、スペイン語圏で最も権威ある文学賞の一つである。2005年には形式が類似した賞として英語でフィクションを執筆したか自作が英語に翻訳された存命の著作家に対して2年ごとに贈られるマンブッカー国際賞が創設された。1976年に セルバンテス賞が創設される前に、ノーベル文学賞を受賞したスペイン語圏の作家は、ホセ・エチェガライ、ハシントベナベンテ、ガブリエラ・ミストラル、フアン・ラモン・ヒメネス、ミゲル・アンヘル・アストリアス、パブロ・ネルーダの6人である。オクタビオ・パスとマリオ・バルガス・リョサの2人は、セルバンテス賞を受賞した後に、ノーベル文学賞を受賞している。カミロ・ホセセラは、ノーベル文学賞を受賞した後に、 セルバンテス賞を受賞している。ビセンテ・アレークサンドレ・ガブリエル・ガルシア・マルケスは、ノーベル文学賞を受賞したが、セルバンテス賞を受賞することなく死去した。セルバンテス賞を受賞せずに死去したスペイン語圏の著名作家を記載する。セルバンテス賞を受賞していない、存命のスペイン語圏の著名作家を記載する。出典、ザ・ガーディアン。ありがとうございます。